今回はココアちゃんに協力していただいて、ワンちゃんの薬浴についてお話ししていきたいと思います。ココアちゃんよろしく。顕微鏡で見るとですね、マラセチアとあと細菌が出ていて、それに対しての薬用シャンプーをしていきます。薬用シャンプーとしてはこのマラセキュア、マラセブシャンプーと言われるような、シャンプーを使っていきます。赤ちゃんの場合はですね、こういったところにこう赤みがあったりとか、あとここを見てもらうと分かるんですが、こういうふうにこうベタベタしたフケがついてますね。でこれをまずきれいに落としてから私たちはシャンプーをしています。で落とし方なんですが、これすごく触ってみるとオイリーでベタベタしてるんですね。このオイリーな肌っていうのも、この子の皮膚があんまり良くないっていう原因にもなっているので、それを少しまず落としてから薬用シャンプーに入っていきます。でまずホホホオイルで汚れを浮かしていきます。オイルを塗り終えましたら、こういう風に毛がベタベタとなると思うんですけれども、このまんま水をかけてもやっぱり油で弾いてしまうので、一回これは落とさないといけないんですね。なんで薬用シャンプーを使う前にオーツ、ホイップクリームシャンプーって言って、皮膚に、よくって、油も少し取ってくれながら保湿もしてくれるみたいな感じの、下洗いシャンプーを使っていきます。下洗いシャンプーは皮膚に良さそうなものであれば何でもいいです。一度これで今つけた油を落としていきます。マラセブシャンプーですね、使って、全身を洗っていきます。
マラセブシャンプーをしっかり洗い流していきます。マラセブシャンプーが洗い流されているっていう目安は、皮膚をこうすすいだ時にキュッキュッとぬるぬるとしないでキュッキュッってこうしっかり落ちたなっていうところまでしっかり洗い流します。ぬるぬるが残らないように洗い流していきます。しっかり洗い流されました。こう触ってぬるぬるしてないなっていうのを確かめます。いいですね。いいですか。はい、はい、OK です。あ、またね。で、次にしっかり皮膚のバリアを足してあげるようなシャンプーを使っていきます。セラミドシャンプーです。で、最後にリンスをかけてしっかり保湿していきます。
じで薬浴終了です。ふわふわになりました。で、最初に見せた皮膚のところはというと、まあ、赤みは相変わらずあるんですけれども、最初についてたこう汚れですね、かさぶたがなくなってると思います。で、この状態で保湿のケアをこうしていくっていうような形ですね。あと内服のお薬もこの子は飲んでます。ふわふわになりましたね。いろんな皮膚のガビガビが取れて、皮膚もベタベタもなくサラサラの状態です。これがしっかり洗えてる状態というふうに私たちの病院では判断しています。いいですね、素晴らしいですね、よく頑張ったね。